仁比総平君日本共産党の仁比総平でございます、えー。まず、統一教会による重大な反社会的不法行為について、えー、お伺いをします。の大臣はあの、所信の中で,です、ね、社会的に問題が指摘されている団体、えー、としか述べられませんでした。そこで、えー、資料をお配りしていますけれども、 10月27日の党委員会の質疑で、私の方で紹介をさせていただいた、1999年の日弁連意見書から、宗教的活動に関わる人権侵害についての判断基準という部分を抜粋をさせていただいたものです。あの今日ですね、えー、文化庁が所管をされている 統一協会に対する解散命令請求、あるいはその前提としての質問権の行使について、民法の不法行為がの判決が22件把握されていると、あるいはその下で被害総額14億円に上ると。でそれが あの質問権行使を初めて行うえ大きな根拠という趣旨で、文科大臣があの繰り返し発言をえしておられるわけですけれども、そうした不法行為判決というのは、すでにえ四半世紀以上前から、やむにやまれぬ当事者、 のの戦いによってて勝ち取られてきたものなんですねでこの1999年の日弁連意見書は、84年のヨーロッパ EC 議会の取り組みや、その時点、99年時点での各地の判決令などを深く分析をしながら、ご覧いただきますように、 反社会的な宗教的活動がもたらす消費者被害等救済のための指針として、えー、示されています。1番の献金等勧誘活動について、ここには献金等の勧誘にあたって、次の行為によって本人の自由意志を侵害していないか、先祖の因縁やたたり、あるいは病気、健康の不安を極度に煽って精神的混乱をもたらす。 2、本人の意思に反して長時間にわたって勧誘する。3、多人数により、または閉鎖された場所で強く勧誘する。4、相当の考慮期間を認めず、即断即決を求める。などなど、今日、統一教会による被害者、高額献金や霊感商法という被害者の言葉ばで,です、ね、皆さんが、 よく共有するようになった指摘がすでに99年にされています。2の信者の勧誘について、勧誘にあたって宗教団体等の名称、基本的な教義、信者としての基本的任務、特に献金等や実践活動等を明らかにしているか、本人の自由意志を侵害する対応で不反感を極度に煽って、信者になるよう長時間進めたり、宗教的活動を強いて行わせることがないか。 統一教会は正体を隠して巧みに近づく、そして人々の人生めちゃくちゃにすると、ここに対する厳しい批判がここにあるわけですね、信者および職員の処遇の問題として、外部との連絡を保障しているか、施設から離れようとする者の意思を妨げていないか、そして4項目目に未成年者、子どもへの配慮という項目があります。 権者法定保護者が反対している場合には、未成年者を長期間施設で共同生活させるような入信を差し控えているか、者逆に者、親権者法定保護者が未成年者本人の意思に反して、宗教団体等の施設内の共同生活を強制することはないか、小中学校の教育を受けさせているか。 本人にとって到達可能な最高水準の身体および精神の健康を確保するよう配慮されているか、この99年の時点から考えれば、四半世紀がたってえ、成人をされたえ二世被害者、祝福二世などと呼ばれるです、ね、方々が、当時からどんな状況に置かれていたかと、それはあの今日の、 私たちにとっても、真摯に受け止めるべき、そして今に生かすべき基準だと思うんですが、まず文化庁、いかがでしょうか文化庁審議官、小林真理子君、はい、お答え申し上げます。 今、あの、先生の方からご紹介いただきました、指針の中の基準につきましては、えー、今、ご紹介いただきましたような、正、え、規、ー、 消費者被害事件や、市民や信者とりわけ未成年者に対する不当な人権侵害の事案に対して、弁護士が適正に対処し、被害を抑止することを目的に作成されたものと承知しておりまして、法律家の視点から具体的な事例などに基づき、検討されたご提言であると認識しております。私ども、現在、報告徴収、質問権の行使にあたりまして、その内容の検討を行っているところでございますが、情報収集 情報収集が極めて重要であると考えておりまして、長年にわたり、旧統一教会の問題に携わってこられました弁護士の方々や被害者の方々にお会いして、情報収集を進めているところでございます。今、ご紹介いただきました意見書の内容も参考にしつつ、十分な収集を行い、効果的な報告徴収、質問権の行使になるよう検討してまいりたいと考えております。仁比総平君あの弁護団の方では そうした一連の事件の証拠を政府に提供するということも考えておられるということですし、本当にもうこの期に、力を合わせて質問権の行使を成功させて、速やかな解散命令請求、そして解散命令にですね至るように、全力を尽くしていただきたいと。 心からお願いいいを申し上げたいと思います、えっと、そこで大臣、あのこの四半世紀のですね、間の政府の不作為は重いと、あの私は申し上げてきました。社会的に問題が指摘されているという、これまでのですね、これ岸田総理もそうなんですが、そして他の関係大臣にご答弁をお願いしても、あのそういう表現を使われることが、まあまああるんですけれども、あのもう、 この社会的に問題が指摘されているというような、ひと事のようなですね表現は、もうおやめになる時が来たんじゃないですか、大臣の思いはいかがでしょう。斉藤法務大臣、まあ、あの私の認識はですねあの、旧統一教会について、まあ、悪質商法に関する問題ですとか、 親族の入信に起因する家族の困窮等の問題等、さまざ、あ、まな問題が指摘されていると、でこのような状況を踏まえて、社会的に問題が指摘されている団体という表現をです、ね、使っているというふうに認識しております二比宗平君。やっぱりそういう答弁にとどまるんですね、えーと、法務省が座長になって、相談があの続いています。 その相談をえ、つまり生きている今の現在の相談をです、ね、解決していくためにはえ、その当事者、被害者や家族がです、ね、どんな被害を受けているのかということをちゃんと認識し、相談に乗る人たちが共有していかないことには、問題の解決に至らない、ずっと声を上げられないで、初めてやっと電話をしたけれども、この宗教活動 に関する人権侵害という問題についてですね、この感覚を持ってないっていうことになったら、話しようもないじゃないですか。やっぱり、あのこの問題が指摘されているって、本当は一体誰がどう指摘してるんですかって話になるじゃないですか、これはもう改めるべきだということを、今日はもうそこまでにしておいて、えー、法案の質疑に入らせていただきたいと思います。あの 文化庁審議官ありがとうございました。ご退席いただいて結構です。え文化庁小林審議官はご退席いただいて結構です。仁比聡平君。えっと、給与法関連の、あの裁判所の報酬法、えー、検察官補給法に。の質問ですが。あの、今回の法案は。えー、若手、特にですね、特に若手五年目。えー、までの。裁判官や検察官の。おお給料を上げようというもので。 賛成ですあのただ、わずか400円とかですね、<laughs> そういうことですからね、上がる,もの,も上がるのが、これはあの今のご苦労や、それから抜本的な賃上げが、この日本社会に求められているということを考えても、これは私はもっと抜本的に引き上げるべきものだというふうに思っております。えっと、関連して、えー、最高裁の 概算要求、の来年度、令和5年度概算要求の重点事項についてという資料を最高裁から頂い,いてお配りをしています。ご覧のとおり、裁判手続き等のデジタル化関係経費として、これ、67億円が計上されているわけです。あの今後デジタル化がです、ね、民事 をはじめとして、いろんな形で裁判所の中で行われる中で、この経費というのはもっともっと増えていくということが当然想定をされるわけですね。でけれども、あの先ほど、河合先生の,おはあの議論の中にもありましたけれども、今でもですね、あの事件をさばいていく、事件関係経費っていうのは、これ、いっぱいいっぱいなわけですよね。 で私は、もういっぱいいっぱいを超えてるじゃないかと、もうギリギリを割ってるじゃないかと言ってきました。事件数見たって、あのその民事事件のところに出てくる労働審判っていうのは、えー、高止まりですし、火災の、えー、審判事件も増えていますし、あるいは成年後検の事件っていうのは、開始決定がされれば、それはずっと後検事件として積み上がっていくわけですから。 どどんどん増えていくわけですよねでこういう中で、このデジタル関係の経費が増えていくんだけれども、あのこれは事件関係の経費や施設や人件費とは別枠、外枠で確保されなければ、ちょっと裁判維持できないじゃないですか、最高裁、いかかがでしょうか最高裁判所経理局長、氏本敦史君。 お答え申し上げますただいま委員ご指摘のとおり、裁判手続き等のデジタル化は喫緊の課題でありまして、これを実現するために必要な予算を確保することは重要なことであると考えております。併せまして、もとより、ただいま委員ご指摘のとおり、適正かつ迅速な事件処理を安定的に行うために、事件処理のために必要な経費、 人件費や施設費等の確保も重要であると考えているところでございます。いずれにいたしましても、裁判所といたしましては、引き続き、これら必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております仁比宗平君、えっと。つまり、えー、このデジタル化以外のところの予算、と、えー、りわけ事件の経費、裁判事務処理の経費、この予算を削るっていうのは、これ、ありえないですよね。 藤本局長、えー、お答え申し上げます、えー、ただいま委員御指摘のとおり、えー、適正かつ迅速な裁判を実現するために必要なを予算を確保することは、えー、重要なことであると考えております、えー、裁判所といたしましては引き続き必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます仁比総平君ありえないと思うんですよ最高裁もありえないと財務当局やあるいは法務大臣に言うべきなんですよ えー、ところがあの、つまりデジタル化が進んでいく中でも、えー、と裁判の経費を、えー、削るということはありえないと、えー、ところがですね、えーと、概算要求における定員がどうなっているかと、下の方に70人という大きくくくった数字があるんですけれども、これ、内訳を見ると、ですね事務官は65人の増員なんですが、うち46人は最高裁の デジタル化検討準備のための配置になる、それそれうですね最高裁判所総務局長、小野寺信也君。 お答え申し上げます、えーご指摘。委員ご指摘いただきました46人という数字、これ、えー、ですけれども、えー、ご指摘いただきましたとお、えー、<coughs> り、えー、最高裁における、えー もう一度やらぎのさせていただきます増員を要求する事務官に関しまして、最高裁、これ、51人がトータルの増員数ということになります、うち、ワーク・ライフ・バランスに関するものが5人、それからデジタル化対応等を含むものについて、46人ということになってございます仁比宗平君。スパッと答弁してください、あの通告はしております。えつまり デジタル対応で最高裁に46人が必要だっていうわけですよ、そりゃそうでしょうね。で、一方でね、下級審はどうなるかというと、19人増員の要求なんだけれども、えっと、それは事務官から事務官への振り替えっていうのが19人、一方で、先ほども議論になった定員合理化のために28人マイナスっていうのがあって、下級審において25人減、さらに、裁判所共済組合の統合に伴って、 下級から最高裁への事務官振り替えが25人、ですから、合計下級審から、下級審から50人の原因になると、これは事実ですね小野寺局長、お答え申し上げます、ご指摘のとおりでございます伊比総平君だから、デジタル対応のですね、デジタル化対応のですね人員は別枠で、 確保すすべきなんですよ最高裁にその対応を,をさしてもらうために、えー、下級裁の人員が、えー、ただでさえ、もうぎりぎりを割ってるのに、そこから50人引き剥がすっていうのは、それは駄目ですよ。その下で、えー、健康を害して、えー、長期に給食をせざるを得ない、えー、職員の皆さんが、どんな推移になってるかと。 資料の2枚目をを配りをいたたししました私の方でちょっと申し上げると、つまり2018年90人、2019年87人、20年105人、21年86人で、2022年は123人と、これが90日以上の長期病気取得者数。 そしてその割合、割合としては、今年度ですね、0.69%、ごめんなさい、初期官算で0.55%、火災調査官で0.25%、事務官で0.69%と、これまでの経過に比べても、増えていってるという、こういうことになっているわけですが、最高裁、これ、どういうふうに評価してるんですか。 最高裁判所人事局長徳岡君お答え申し上げます、えー、委員ご指摘のとおり、令和4年につきましてはあ、確かにそれまでよりもやや高い数字となっております。ただ、年によって波もあるところでございまして、ここは引き続き状況をよく注視してまいりたいというふうに考えております 以前にいたしましても、裁判所といたしましては、これまでもすべての職員が心身ともに健康に、職務に政令できるよう、職員の健康保持に取り組んできたところではございますけれども、メンタルヘルス対策も含めて、引き続き職員の健康保持に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております仁比颯平君あの。注視している場合じゃないでしょう、よく注視してまいりたいとおっしゃるけど、見つめててどうするんですか。あの この数字は、えー、先ほども申し上げたとおり、90日以上の長期病気取得者ですから、つまり3ヶ月超えてるっていう方なんですよね、でそれはよほどのことですよ、あの裁判所のた大変繁忙な、えー、それぞれの現場の下で,です、ね、職官さんや事務官さん、あるいは火災の調査官さんたちがです、ね、休むっていうこと自体がとても大変なことだろうと思います。 ですから3か月以上と、そして3か月以上になると、こういう形で最高裁にも数字がつかまれるという状況になりますから、そこに至らない、えー、3か月に届かないですね、メンタルを含めた病気者っていうのは、やっぱりかなりの数に上るのではないかと思いますが、その数字は把握してるんですか。徳岡局長 お答え申し上げます、えー、90日に満たない病気者につきましてはあ、統計を取っていないとこ,ところから数の多少について、正確なお答えできないところでございます仁比宗平君あの。それが今の、えー、と裁判所でのです、ねえー、現実なんですよね。で、その下で、えー、私は特に心配をしておるのは、あの、任官5年以内の、えー、若手の職員さんたちがあの、周囲のサポートを十分に受けられないっていう、 状態の中で、とても責任の重い、えー、しかも一つ一つの事件というのはそれぞれ個別の事件ですから、あのとてもあの幅の広いですね、えー、仕事に心を痛めておられるのではないかということなんですね。1年目の書記官さんあの、大臣ご存知でしょうか、事務官として採用されて。 数年で、初期間の採用試験を受けて、初期間になっていくっていうようなプロセスになるわけですけれども、ですから、入職して数年間で、初期間になって1年目という方は、毎日出勤準備をするときに、体が重く、着替えるのに30分かかる、夢の中でも仕事をしていて、深い眠りにつけない、何事にも興味を持てない、休日は一日中家で寝ている。 周囲の職員も忙しそうにしているため、SOS を発出することもできない、あとどれくらい自分が耐えられるかわからないとおっしゃっていて、あの先ほども議論があったように、地方裁判所からです、ね、最高裁にあの人がどんどん動いていってるわけですね、あるいは大都市の裁判所に動いてるわけですね、ですから地方の裁判所では人が減っていってるわけです。でそのので、えー、新任の例えば職さんが 部にに配属されるとというきは同時に過半数の職員が入れ替わって、みんながそこに来るのは初めての人たちっていう中で、先輩たちは大変な繁忙しくなっていると、だから、これっていろんな SOS を出したいと思うけれども、それが出せるような状況じゃないと、あのこれはですね、裁判所の将来にわたって、 これまで日本の裁判所が積み重ねてきた実務をです、ね、継承していく上でも、えー、とてもあの重大な、重要な課題になってるんじゃないかと思うんですね。同様の,あの悲痛な声、えー、例えば、あと1年同じ部署にいたら、メンタル不全を発症していたかもしれないという若い皆さんもいます。あのこうした、えー、若い世代の皆さんが のこのメンタルの心配なくですね、本当に安心できる、元気に働ける、えそういう職場にしていくために、えっと、まず最高裁、え下級裁を50人減らすって、これ、あってはならないと思いませんか。小野寺局長。 お答え申し上げます、えーまあ、定輪合理化を行う下級裁の事務官につきましては、あこれまで、えー、各庁、各部署において、えー、事務の見直しや、 業務フローの見直しなどに取り組んできたところでございます既存業務の見直しによる合理化が可能な部署について個別に原因を検討しているというところであります例えば庁舎申営の終了に伴う事務の減少分などについて合理化による原因が可能と考えているところであり今回の原因によって事務日支障が生じないものというふうに考えておりますまた、えー 裁判所協裁組合の組織統合に伴います下級裁から最高裁への振り替え25人につきましては、下級裁内の組合支部を、最高裁内の組合本部に統合することによるものでございますので、業務とともに定員が最高裁に移るというものでありまして、下級裁の事務に支障が出るものではないというふうに考えております二比三平君あの。最高裁だからそうした まあ細かい答弁をね、されるのかもしれませんけど、いや、その合理化が可能なところを原因してるんで、だから問題ないって言うんだったら、若手職員の先ほどご紹介したような声が出るはずがないじゃないですか、現場でそういう声が上がってる、よほどのことだと思うから、国会で私は取り上げてるんですよ、それを問題はないというふうに言おうとしてもね、それは無理があると。 思いますあの最後に大臣あの、そうした中で,です、ね、問題なのは、えー、先ほど裁判所のことは私、言えないというふうなお話があったけれども、日本の社会のです、ね、司法予算の国家予算の中に占める割合が極めて低いということなんですよ、世界から見て異常なんです、あの全体の国家予算からするとです、ね、えー、今年度、0.31%、今度の概算要求でいうと、 0.3%回っちゃってです、ね、0.29%ということになるんですね。こうしたあの司法予算の現状を、これ、抜本的に変えるべきだと私は思います。裁判、あるいは司法っていうのは、人で成り立ってるわけで、この人を本当に大切にするっていう、それこそ法の支配を世界に発信しようという大臣の趣信もありましたけれども、まず、会より始めようと思いますが、いかがですか。斉藤法務大臣 あの個人的な経験になりますが、私は実はあの経済産業省、通産省でしたけど、そこであの大臣官房秘書課の課長補佐、それから人事機関ということで、若手職員のですねまあ人事管理をやってまして、その中でえ仕事によって、 悩んで,です、ね、これまで悩んメンタルになる職員とも向き合ってきまして、この人事当局にとって、これほどあの深刻で悩ましい話はないという認識を強く持っています。で、その上で、あの恐らくあの想定されている答弁になってしまうのかもしれませんが、えー、とりわけあの裁判所の予算、とりわけ裁判所の予算ですので、 これは司法権の独立に配慮する必要があると思っていまして、これは独立して国の予算に計上するものとされているわけです。裁判所の予算の原案は、独立の期間たる最高裁判所が独自の判断に基づいて、内閣に提出するということとされていますので、 したがって予算編成過程における財務当局との協議もです、ね、最高裁判所の事務当局が当たるということで、まあ我々ではない,いうわけです。で、法務省として、これにです、ね、いいとか悪いとかいうことは、司法権の独立に鑑みまして、私からはあのコメントを控えたいなと思っており三木宗平君。あの前段で大臣が述べられたこの認識がとっても大事だと思うんですよ。それを実現するためには、裁判所予算の抜本的な拡充が必要だと。 今日はいませんけれども、財務省にも含めて強く申し上げて、今日は質問あります。ありがとうございました。他にご発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。これより両案について討論に入ります。ご意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。はい、委員長。梅村。